プレシデンテ・エラース・リス級防護巡洋艦は、チリ海軍がフランスに発注した防護巡洋艦の艦級である。本級は、チリ海軍が自国の沿岸防御用に、フランスの羅星の舎に発注した艦級である。就航時のプレシデンテ・ピント。船体形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで、主に導入していたタンブルホーム型戦隊である。 これは、推薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦守、完備は著しく突出し、かつ、原則艦板よりも推薦部装甲の部分が、 突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水栓下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、微法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。本級の船体形状は全級と同じく還元の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平甲板型船体である。 水面部が突出した艦首から、艦首間板上に12センチメートル単素速射砲が1機、2段の見張り症を持つミリタリーマストが1本立つ。マストの後部には、司令塔を基部に持つ環境が配置され、両脇に船橋が設けられた。その背後に1本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、片言2本ずつを1組として、 片言二組ずつ、計四組のボートダビットにより運用された。主砲の1 5トル単装速射砲は、船体中央部の2箇所に設けられた張り出し部に、ケースメート配置で、片言2機ずつ、計四機4門が配置された。後部甲板には、後部ミリタリーマストと1 2トル単装速射砲が後ろ向きに1機である。この武装配置により守備線方向に、 最大15センチメートル砲2門12センチメートル砲1門左右方向に最大15センチメートル砲2門12センチメートル砲2門が施行できた1889年にラセーヌ社造船所にて寄港1890年6月21日浸水1892年春港1920年に除籍後に解体処分 1889年に、ラ・セーヌ社造船所にて、寄港。1890年6月21日浸水。1892年、春港。1910年に除籍後に解体処分。ありがとうございます。